田中将大は復活できるのか、大幅減俸、先発剥奪の危機、大幅減俸は仕方ないでしょう。先発陣の層が薄いのでローテーションに入っているが、大量失点で試合を作れないケースが少なくない。オリックスや阪神だったらファームです。直球が走らず、変化球を駆使した配球で打者に見切られていた。基本塁打15本はリーグワーストタイと被弾が目立つのも気になります。来季は先発の座が確約されているわけではなく、若手との競争になります。オープン戦で結果を残せないようであれば、開幕1軍スタートすら危うい、日米通算200勝にあと3勝に迫っているが、田中将とすれば通過点に過ぎないだろう。球界を代表するエースとして活躍してきただけに、最低でも2桁勝利を挙げてシーズン勝ち越しの成績を残せるか。10月下旬に右肘のクリーニング手術を受け、コンディションを整えることに余念はない。チームは2年連続 B クラスで、日本一に輝いた13年以来10年間リーグ優勝から遠ざかっている。コンオフは後輩選手へのパワハラ行為が発覚した安楽智博が自由契約に、ファンを落胆させた。ベテランの田中将が先頭に立ってチームを盛り上げる活躍を見せられるか。石井 GM になってから楽天崩壊。本人のやる気もないんじゃね。アイドルと競馬の方がやる気ありそう。すっかり不良再建化しちゃったな。200勝したらなんだかんだで手のひら返しでみんな賞賛するでしょ。来年なんとか3勝させてもらって引退だな。楽天はいつまで我慢できるかだな。あと3勝だけだから来年で引退なんだろうな。もう、みんな興味ないからすぐ辞めればいいのに通算200勝じゃ何の価値もない。さすがに200勝はクリアするって。3勝して引退するために高い給料払う楽天が不憫。パワハラでチームメイトから嫌われてるし、こいつが投げてるとやる気も出ないだろ。被安打率が悪すぎるから肘とミージュンしないとストレートが戻らないのでは。2試合に1試合は高騰するからね。まだやれる。で戻りで復活した人はいない。万節を汚したよね。ハンカチ王子と差がついたと思ったけどイメージは逆転された気がする。あと3勝していれば安楽のこともあったし、そのまま引退できたのに。手術してればよかったのにな。ご視聴ありがとうございました。